最上からサロモンソン、野津田、柏、さあ中に入っていった、シュートを狙う柏、決まった、先手を取ったのは広島、柏よしふみが決めました。中に入っていって右足、いやもうね、これね、広島のこれに至るまでの粘り強い攻撃ですよね。右サイド左サイドからずっと連動した動きがプレーがあって、これ初めて生まれましたよね。でこのシュートの質も柏選手前半にもあったんですけども、右足のインスイングで蹴ってるんですけども、狙い澄ましてる。前半と違うのはやはりボールの質ですよね。キックのスピード、そして距離、高さ、そういったところでのシュートの質ですよね。コンパクトに振ってる、大振りをせずに膝下だけで振り抜いている。これなんかインパクトを常に意識をしてるんですよね、はい、当たる瞬間だけを意識したシュート、見事ですね。